うございます。おめでとうございます。お久しぶりです。どうも、小鳥おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあどうぞおかけください。はい、それではご紹介をさせていただきます。この度、地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞されました、KFT 株式会社の代表取締役の深枝貴治様でございます。それから取締役の深枝美恵様でございます。それから常務の宮本様でございます。主任の宮本直之様でございます。主任の田中様でございます。皆さんお若いですよね。それでは深枝社長の方から受賞のご報告の方をお願いいたします。はい、おかげさまで福岡市、はい、高島市長にですね、ご推薦いただきまして、環境大臣のですね、地球温暖化防止活動の環境大臣賞、技術開発製品化部門というのをいただくことができました。おめでとうございます。ありがとうございます。これもこうやって福岡市さんのですね、多選という形で、あったのが、結構大きな影響をいただけたんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。おめでとうございます。もうやっぱり今回この部門に関しては、受賞されたのが九州で初めて、でかつやっぱり他に受賞された方を見ると、それこそブリヂストンとかですね、あれ松田ですかね。松田さんですね。松田さんとかもまさに日本を代表する企業がいらっしゃる中で、福岡で創業した企業、しかも若い企業がこのように受賞されたっていうのは本当に素晴らしいことですし、また多くの福岡の既存の企業の皆さんにとっても非常に勇気を与えてくれると思うんでね、本当に心からお祝い申し上げたいと思います。我々のもともとですね、セラミック雑貨のアニーのお気に入りという、そのお店からスタートしまして、はい、アニーの木のお客さんの中でアトピーに困ってる人が多かった。でそのアトピーに困ってる人のために次に開発したのが岩盤浴の石の湯というものです。でその岩盤浴の石の湯が、我々が全国にですね、博多発というブランドでダーッと出たんですが、その後少し同業者が増えすぎて何か差別化が必要だなと思ってる時に、どうやったら人が暖かかったり涼しかったりを効率的にできるかということを考えてできたのがこの光電話システムなんですね。ですから、ある意味、全然違う、ことにチャレンジなんですけど、基礎的なものは一貫してて、表現が全然違うところにチャレンジしました。で今回、こういったですね、賞をいただけたことによって、今までも少しずつ広がってきてるんですけど、今後その冷暖房というのもどこにでも今ありますので、どこにでもある冷暖房をですね、日本中に、そして世界中に、また新しいその光冷暖にプラスアルファの特許もいろいろ申請してますので、これが完成するとですね、アジアでは絶対必需品になるだろうというようなアイデアもどんどん出してますので、またこれからもよろしくお願いします。もちろんでございます。でもこれが本当に広がっていけば、男子はやっぱり冷暖房のそのエネルギー効率が 50%、やっぱりマイナスっていうかですね、削減されるっていうのは、これは人類にとっても非常に大きな希望になる、そういうやっぱ可能性を非常に秘めていると思う分野だと思いますし、特にまた 3.11 の後の次のエネルギーどうしていくかということは、それはもう国家的なやっぱり大きな課題の中で、まず使う側をこのようにエネルギーが削減できるっていうのはですね、持続可能なこれから世界を作っていく上では非常に画期的な技術だと思っています。それともう一つ特にやっぱ嬉しいのはですね、今福岡市がグローバル創業雇用創出特区に、というものを勝ち取ることができた。でこれは要するに新しく会社を起こすというところだけではなくって、既存の企業がこれまで持っている研究シーズンとかですね、ノウハウを生かしてまた新しいジャンルにチャレンジをしていくというところ、その第二創業っていうところ、これを2つ創業プラス第二創業っていうところを言ってきているわけですが、実は第二創業のですねイメージというのがまだなかなか広がっていない中で、今回のやっぱり皆さんのチャレンジっていうのはまさにもう絵に描いたような第二創業。富士フィルムもですね、昔やっぱり36枚撮りを買うか24枚撮りを買うかでもものすごく悩んで、修学旅行の時悩んでたんですけどもね、
そんなフィルムを作ってた富士フィルムがデジカメっていうふうにやっぱ時代は変わっていく中で、これまで持っていた技術を使って化粧品分野に参入したり、それと同じようにこれまでセラミックの雑貨、はい、雑貨からいわゆる岩盤浴に行って、でこの技術を使ってさらに新しい分野にチャレンジをして冷暖房っていうですね、こういうやっぱりその時代のニーズに合わせて、チャレンジをしていく姿で、こういうやっぱり企業こそがこれからも生き続けることがこうできるし、時代が変わっていくのに変わらない企業というのはやはり枯れてしまう。いつまでもみずみずしく生き生きとあり続けるためには、変わり続ける、チャレンジをし続ける、付加価値をつけ続けるということが大事になってくる。その大きなメッセージをやっぱり今回皆さんが受賞されたことによって、すごく福岡の市民の皆さん、または日本の皆さんもですね、今回知ることができると、やっぱり自分たちもチャレンジをしようと、でじゃあ自分たちが持ってる他にはない技術とか宝物って何だろうというところから発想して、また次のチャレンジをしていくっていうことが、やっぱり企業もいつまでも元気であり続けるんでね、素晴らしい象徴としての今回賞もいただいて、皆さんはそういう既存企業にとっての一つの私は希望になったなというふうに思ってますので、これからもぜひどんどんまたチャレンジをし続けて、そしてまた今回せっかく受賞したこの製品もまたこれからたくさんの方がご利用していただければいいなと思います。もうぜひですね、福岡市のですね、公共の例えばたくさん人が入る、なかなか冷暖房効果が難しいとか、そういうところにもぜひチャレンジをですね、例えば相撲のある、福岡センターですか、国際センター、国際センター、ああいうところの冷暖をですね、小さなエネルギーでドーンとやることなんかにもぜひチャレンジさせていただければと思いますので、一ついろいろものすごい結果が出ると思うんです。実はここにですね、実は、はい、九州大学の今農学部と、はい、細部ガスさんとうちと3社で農水省さんの予算で、ね、この冷暖房技術を農業に生かしたらどうなるかという実験やってるんです、うんうん、で今このキュウリがですね、従来の温風システムでハウス栽培したキュウリ、はいはいはい、でこれはうちの KFT この光冷暖で栽培したキュウリなんです、うん、でこれ実は昨日ですね、初めて収穫できたんです。そうで、こういうものにもいわゆる人間だけの冷暖房じゃなくて植物の冷暖房も今応用ができないかということで、全然違いますよね。そうですね、こちらの温風だと曲がったり大きさがバラバラだったりしてるんですが、そういうなぜかそれもありますし、あとやっぱり一番は中のその甘さとかですね、うん、レベルが違うんですけど、それもさることながら、これがですね、昨日までの途中経過っていうか、もう実際に温風の時のエネルギー使用が100としたら、この同じ温度の KFT 光冷暖でやると、なんと 13% でいい、もう間違いじゃないのかっていうぐらいに非常に少ないエネルギーでやってるんですね。これもひょっとしたらですね、福岡発の 全国というのは世界へのメッセージできる分野になるかもしれないです。農業が変わりますよね、はい、ですから第二創業、第三創業じゃないですけど、どんどんですね、スタッフ今120人なんですけど、まあ、これに直接関わっているのはわずか6、7人なんです。でもそういう会社でもこういうことをチャレンジできるというような、まあ、例としてですね、どんどん福岡市の代表として我々も頑張って、で市長あれなんですよ、はい、ちょうどですね、会社名を我々岩盤浴の石の湯株式会社から社名を変えたんです、うん、それは KFT 株式会社という社名です。でその KFT の K は九州、うん、で F は福岡、うん、で T はテクノロジーなんです。ですから九州福岡のテクノロジーを集結して今からもいろんな発表していきますので、まあ、これからもいろいろ期待しますよね。助言の方よろしくお願いします。ああもちろんお力添えさせていただきますしね、はい、これはすごいですね、エネルギー効率が。やっぱり農家の方がやっぱりいかにコストをやっぱ下げていくかっていうところですごく苦しんでいらっしゃるので、はい、
特にあのハウスとかいうのはビニールですから、どんどんエネルギーが逃げるんです、ね、ああ確かに。でそういうところほど実は差が出やすいっていう状況がです、ね、あのこちらの技術はやっぱり温風だとこう乾燥したりとか、はい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 、非常にその、まあ、風に直接当たるとね、はい、体調はやっぱ崩しやすくなったりする、はい、ところが風が出ないですよね。そうです。そもそもの仕組みっていうのはどういうものなんですか。そもそもの仕組みはですね、壁天井、まあ、ハウスの場合はビニールにセラミックを塗り込んで、うん、そのセラミックと同一物質のセラミックを発熱体、吸熱体にも塗る、うん、そうするとセラミックが温まると、同じ周波数のセラミック同士だと熱の移動がスムーズに起こる。なるほど。この理論が特許なんですね。はあ。ですから空気の温度はあまり変えないんですけど、空気の温度はあまり変わらないけど物質の温度だけが変わっていくという。ですからこのキュウリなんかも温風の例えば暖房でですねやっている時、我々の KFT システムでやっている時、空気の温度が一緒だったら身の温度が大体 2.5 度ぐらい違うんです。ですから非常にあの効率的に育てれるというです、ね、まあこれからもですね、そういう意味では病院とかですね、うん、あのウイルスの感染とかがしにくい、うん、風が出ない、はいはい、そういう意味で病院とかお年寄りのところとか小児科とか、うん、そういう病院にメッセージする舞台、それに福岡を代表する企業で岸屋さんってあるんですけど、年商500億ぐらいのです、ね、九州ナンバーワンの医療問屋さん、うん、そこがうちの代理店になっていただいて、まあ、今から病院さんなんかへの啓蒙活動。確かにその感染症関係のやっぱり病棟、うん、はい、なんていうか空気循環できないですからね、はい、非常にいいでしょうね、はい、はあ、すごい。ちなみに今その福岡ではその第二創業っていうもの、はい、単純にゼロから会社立ち上げるだけではなくて、例えばこの特区って言ってもですね、第二創業と言ってるものの、その既存企業の人たちが自分たちは関係ないんじゃないかと、特区には、はいはい、創業とは関係ない、いや皆さんも第二創業ですよって言ってるんですけど、なかなか正直こうイメージをこう持っていただくのが難しいわけなんですよね。で皆さんの場合はこれまでその雑貨からその岩盤浴に、これをまた生かして、はい、で冷暖房さらには農業っていうふうにこの持ってる研究シーズをこうどんどん展開をしていって今フィールドをどんどん広げていらっしゃるじゃないですか、はい、でこういうふうにこう自分たちの持ってる技術を他にも分野にもチャレンジをしようっていうふうに思ったこうきっかけとか動機とか、もしくはそのマインドっていうのはどういうとこから出てるんですか。一つは健康と環境に関する仕事をやるっていう軸を一つバッと決めます、うん、そしてそれをどうやってという手段は石、セラミックを使ってと、うん、この2つだけは業種が変わってもずらさないんですよ。なるほど。でその健康環境とセラミックの延長をずっとこう追求していくという、うん、そうすると意外と違うことやってるみたいでも延長なもんですから意外とこう前のノウハウがそのまま生きるんですね、うん、そういう感じでやってます、ね、雑貨屋さんの最初の部分だけをしていたら、まあ、こういう賞もなかったわけですけれども、ね、はい、今こういろいろジャンルチャレンジをしてみて実際どうですか。いや、やっぱりなんて言うんでしょうね、その時代時代の個人の一個人のお客様の喜びだけじゃなくてその時代が持っているその問題解決までこうできるようなことになると、あこういうふうにこう受け入れていただけるんだなということで、正直同じ自分がやっててもですね、その分野が社会性があればこんなに認めていただけるんだと、うん、正直、まあ、驚いてますね、うん、はい、ちなみにこう新しい部分にチャレンジをしようという時は会社の中で誰がそのアイディアとかを持ってきたりとかするんですか。例えばこう社員の方が社長に持ってくるのか、もういろんなパターンですね、はい、もうここにいる彼らはまだ若いんですけど、そういう意味で非常にアイデアマンですし、うん、これをその農業に生かしたいと言ってもその実際にそういうことに向けるスタッフがいないとあれですけど、うん、まあ若手がですね、うん、
恐ろしいぐらいに頑張ると言いますか、もう休めと言っても休まないぐらいに頑張ると言います。それは本当ですか？ちなみに皆さんの中でもちょっとぜひ今日はこれを伝えときたいとかいうまだちょっとあったらよかったらどうぞ。まあ今一通り農業の話いただいたので、はい、言い残したことはないですか？そうですか。もしよかったら最後にですね、これからやっぱりこう企業での皆さんもせっかくいいものを持っていてもなかなかこう今社会のニーズがもう時代が次に進んでしまって苦しんでいるところとかもしくは既存企業でもの方にやっぱりもう一歩踏み出して第二創業っていうのはチャレンジ、今の時代とあの消費者のニーズとそれから社会のニーズとこういうものに対応してやっぱり企業にもっとやっぱり付加価値をどんどんつけて生き生きとやっぱり輝いてほしいと思うんですね。でそういう皆さんに対する一歩踏み出すためのメッセージとか第二創業こうやってうまくいった方からの何かこうメッセージっていうものがあったらぜひ聞かせていただきたいんですが。そうですね、まあ意外と欠点と思われてることが長所になった時には莫大な長所になる可能性があるといいますか。ですから例えば自分の分野はよくうちの業界はこういう欠点があるっていうことを言われる経営者とか仲間がいるんですけど、あ、そこでチャンスがありますよ。その一見欠点と思われるところこそ逆転すると長所になりますよ。例えばその岩盤浴で我々温めることばっかり研究したんですね。で温めることばっかり研究してたんですけれどたまたま改装工事するときに電源を切ってた、そうするとその偶然その温めてでも同業者にたくさん真似されてなかなか価値が出なかった、その時に温めてもダメなら引いてみないじゃないですけど、そのたまたまこれひょっとしたら冷やしたらどうなんだろうというですね。で温める方ではなかなか差別化できなかったんですけど冷やすことができたのがいわゆる世界初になっちゃったんですね。それで一気にその風の出ない冷やすっていうのが今まで世の中なくて、これでダダダダダダッといったみたいなんです。ですからまあなんて言うんでしょうかね、ちょっと裏腹というか表裏一体のところに意外とビジネスチャンスがあるみたいな。ですから各業界の方々が自分の業界の今欠点と思われているところの裏に実はチャンスがいっぱいあるんじゃないでしょうかっていうメッセージがもしあれしたしたいなと思います。ぜひね福岡でもやっぱり既存企業の皆さんにもどんどんやっぱチャレンジしてほしいし、また福岡市も今回の特区を使ってですね第二創業というところもしっかり後押しをしていきたいと思いますので、大変勇気をいただきました。今日本当にありがとうございました。最後に決めさせよう。はい、はい。